とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。今回21階、いいね。では、行きましょう。なんかここ1階多くない？ここってさ。んで、輝き、霊気、店舗、まあ、初期装備で行けそうではあるよね。初期装備で行けそうはある。まあ、おお、多いな。難易度はどうでしょうかね。ちょっと待って、敵、多いってば。おい、ちょっと待って、なんだよ。エボーカー出てきた。あ、でもここエボーカー出てくることあったよね、今までのね。あったあった、なんか覚えてる。ちょっと待って、ザコは出てくるなって。よし、ちょっと待って、エボーカー倒すのにちょっと集中させて。よし、いや、もう倒せるわ。 OK、 まあまあ余裕です。次行きましょう。バジネストだな。行きます。あー、霊気入れようか。特に入れるやつはなかったんで、霊気を入れてちょっと耐久力を増やしましょう。ちょっ、なんかこれ前なかった？あったよね。いや、なんか覚えてる、これ。ここでホースマンがなんか、これ8体ぐらい出てこなかっただよね。いや、覚えてる覚えてる、これあったわ、昔あった。はいはい、 OK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 。 あと2体。いや、まだ来た。待てまだ来るか。危ねえ。ちょっと待って、3体いるぞ、ここ。うっとうしい、ここ。でもこれで終わりでしょう。前あったね、これ。前あった。リョウバオのもいいけど、カトラスも欲しいな。でもエンチャントいまいちだな。そうね、まあリョウバオのでいくか。いきましょう。これだったらば雷かな。3回。いや、あ、ちょっと待って、これ覚えがあるぞ、これ。ボスラッシュだ、これ。前あったね。あ、これ昔やったボスラッシュだわ。いや、間違いないと思う。ボスラッシュだ。はい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 、まあ、いいんじゃない。たまにはね、たまにはこういうのもいいと思うよ。オッケー。で、商人、武器を上げるでしょうから、はい、84、いいんじゃない。で、雷入れていきましょうか。で、次はなんか見覚えがあるぞ。ここあれじゃない、ムシュルムモンスターズかなんか、ここに出ない。なんか戦った記憶がある。お、ほら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 、これ絶対やったね。これは使い回しだ。いや、別にいいんだけどね、いいんだけど。はいはいはい、あ、楽勝だ。このボスラッシュ別に難しくはなかったもんね。あ、なら、パワーシェイカーの方でも良かったかもね。パワーシェイカーでも面白かったと思う。でも、まあ、こっちで来たので、これでいきましょう。なるほど、これマルチ面白いよ。ボスラッシュはマルチ面白い。
マルチになってもボスの数とかは増えないんで、クリアも早くなるし、もうこれは楽しいと思う。あー、もうドラ間違いないでしょう。大釜だ、大釜でしょ、だよね。ああ、いや、お前が出ると思ったよ。おいって、そんなに俺近寄ってた、そんなに近寄ってたとは思わなかったんだけども、引くね。よし、オッケー。ああ、倒せる、倒せるね、オッケー。はいはいはい、まあまあまあ楽勝かな今のところ。へえ、スノー勇者、うん、これはまあ何かに変えよう。勇者かな、タンブルビーと雪玉、雪玉あんま意味ねえか。ゴーレムもある、まあまあ、おお、でボスかボスか、雪、うーん、そうね、た、うーん、そう、難しいねこれ、ボス、うん、まあタンブルビーにしとけ。何が来る、2体、1体、もう1体か。あー、めんどくせえ、めんどくせえやつ。よし、これで倒せるでしょ。どこ行った、どこ行った、どこ行った、そこか、オッケー。いやー、時間かかる、めんどくせえ、邪悪なレースやめてよ。で、まあまあいらんかな。あ、で商人か、また商人、なら両刃斧のだよね、勇者あげれるからね。いや、これなんか完全に選ぶの俺ミスってるな。うん、完全にミスってますね。もうちょっといいセットがあったはずなんだけども、まあいいでしょう。うんうん、攻略動画の時にはちょっとしっかりやろう。よし、オッケーオッケー。あー、めんどくせ、めんどくさ。そうか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 、思い出した思い出した。ちょっと待って、イリュージョナー、ここで倒そう。オッケー、よし、終わり。でもイリュージョナーはね、あそこで倒すに限る。てか、ザコも同時に出るんだね。ザコ出なくていいよ。あ、いたいた、終わり。あっちにもいる。いやいや、ボスプラスザクは結構めんどくせえ。あれ、こっち側にもいるんかい、この下ね。いない、あ、いた、やっぱりいた。はーい、いやいや、もうボスだけにしてザクはやめてさ。もうユニーク終わったからね、やめとこう。え、で、なに、ネクロマンサーの方、ネクロマンサーだな。あ、ガーディアンか、こっちでしたか。あ、はまった、はまったね、これ。いった、めちゃくちゃいて。で、あとはザコガーディアンを倒しておしまいですね。多いなー、すげー多いぞ。で、動き意外と速いし、終わり。はい、10回、ここで折り返し。
あーバーストの方が良さそうかな。いやバーストがいいわ。バーストでいきます。エンチャントはまあね、こんな感じでいいか。まあ、弓も使うかもしんないんで、ちょっとずつ入れときますね。OK。で、ここが、ネクロマンサーか。だよね。はい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 。またなんか戦いにくい場所。で、雑魚もおるしな。雑魚は出なくていいよ。ちょっと待って、落とせない。待て、ちょっと落としたい、落としたい、けど無理か。ちょっともうお前ら出てこんのいいって。いやザッと投資よし、 OK。 よっしゃ、いったいった、よし、終わり？まだ？あれ？いないぞ。あ、いた。終わり。よし、11回クリア。あー、落とせるね。落とせる、こいつは。落とせるわ。あー、で、ホコリか。あ、ボス戦ではこっちもいいね、いいね。ありだな。ピグリンの誇りにします、うん、また変えるんかいっていうとこなんだけども、まあいいでしょう。ヒューズショットも入れたいな。 OK、 これでいきます。でまたね、めんどくさいボスが続くね。これ一番上はあれか、ムーシュルムモンスターズ。テンペストとかやめてよ。 OK、ナイス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 、終わりー。まあまあここは余裕だ、めんどくせえけど。あー、釣り竿カトラスっていう手もありますね。あー、でもまあとりあえずここはいらない。何が来る、ここ何来るだろう。いや、何が来る。ああ、はいはい、どこだ、ホームの、おいって、むちゃくちゃ効くやん。よし、待って待って待って待て、よっしゃ、終わり。火力高いね。いや、もう俺のあれか、耐久力がないんだ。うんうん、耐久力がただただないのでしょう。あ、でボス、まあいらんかな。あ、持ってていいね。うん、別に他のアーティファクトなさそうだし、持ってて OK で、こんな感じでどうすか。あ、ちょっと待って、何か入れよう。あー、でもまあいらんないらんな、いきます。何が来る。あー、ミスった、ミスったわー。おーい、あぶねー、足止め食らってた。はい、14回。もうめんどくさい、ボスが、ボスめんどくせえな。防具もなんかね、変えたいんだけど、あ、いや、いいや。変えます。登山装備。どう出るかは分かんないけどね。で、ここを呪いの斧。弓に変えても良さそうだったけど。いいです。いきます。いや、これはガストっぽいな。とりあえず
この防具意外と性能良さそうだったんで、どこに出る？なんか こっちじゃない？あ、違う、え、ザコなわけない。はいはい、どこ、こっちでしょ、こっちでしょ。いたいたいた、オッケー、よし、オッケー。てかザコ多すぎだろ、そんなザコ出らんでいいって。よし、終わり。いやー、これね、普通のボスラッシュよりもちょっとタチが悪い、ザコが出るから。いいかな、いきましょう。霊気を入れたいね、霊気2まで入れたいな。こっちじゃない？あ、違う、お、お、待て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 、はいはい、おーい、待て待て、 OK、 危ないぞ危ないぞ、落ちるぞ落ちるぞ。伸びはダメージ食らわんからね。よし、待て、あ、よし、ちょっと待て待て、えらいこっちゃ、ちょっと待て、嫌なやつ、いやいや嫌なやつだ。オッケー、え、まだまだなの、待って、上にいる、おいおいおいやめろ、そういうのやめろよ。よし、まだ、よし、怖え、危な、まだなの、いや、いたいたいた、ザコ多すぎ、マジでザコが多いよ。ボスラッシュでプラスザコはやめてくれ、ものすごく時間かかる。あ、あー、でもここで影の断片取っても遅いんだよな。あー、手前でもうソウルを貯めつつ来た方が良さそうね。バーストンしようか、虚無入ってるし。おいって、なんで、なんでお前も出てくるの。うわ、マジか、これ今回周回結構いけそうかなと思ったんだけども、いや、周回むずいわ。はい、まあまあ、とりあえず倒します、めんどくせえけど。よし、終わった、マジで時間かかる。いやー、これ装備選びどうするかな、なかなか難しいよ。で、今頃これ出るしね、今更よ、本当に。魔術師に変えていっても良さそう。いやいや、防護がついてるからね、一応ね。そのまま行きます。オッケー、うん、で、何、次、次何出るの。変なやつ来るんでしょ、どうせ。え、雑魚ね、まずはね、まずは雑魚からね。はいはいはい、あ、エンダーマンか、エンダーマンだよね。オッケーオッケー、はい、いいね。うん、霊気がむちゃくちゃ効いてるよ。てか、雑魚が多すぎる。この雑魚の、なんか、倒せっていうのがちょっと、アホすぎるしね。よし。うわ、めっちゃくちゃ効く。おいって。よし、オッケー。お、終わりー。いや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 なかなかだわ。いいかな、待て、森のやつ次行くか。うん、どうせね、蜂は火力もなくなってるし、いいでしょう。え、で、ここは
エザー戦とかだよね。おお、いいねいいねいいね、いいダメージ。でもザコは出てこない。ちょっと待って、やばい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 、これ完全にやばいやつ。あ、あ、もうポーションの再使用時間よ。もう前回のやつを持ち込まないで、再使用時間を。もう嫌なやつ。ポーションのさ、あの再使用時間あれなしでしょう、ね、よし、OK。 いや、結構効く。 OK、でもポーションバリア入れて行きましょう。おー、すげーな。終わりって終わった気分。見た、あぶねあぶねあぶね、またやられるかと思ったわ。防具変え、あー、いや防具だな。性能としてはそんなに変わりはないけども、まあ英雄にしときましょう。ポーションバリアはなくなるけど、まあ大丈夫よ。叫びと、まあ霊気、うん、で後々のためにライフ、いやら、うん、いやいや、そういう保険はやめよう。うん、保険を入れるのはやめましょう。これでいきます、いくぞ。多分ムーシュロモンスターズあれなら大丈夫。どう、あ、おお、影が見えない。オッケー、長えよ、ボス戦長い。よし、終わり。いやー、21回だけど時間かかるわ。めんどくさいボスが多すぎる。はい、では報酬見て終わります。長っ。でもまあマルチだったら面白いかもね。全部いらない。あー、でも、うん、まあ使えなくはなさそうね。夜は、あー、重力いらない。まあ金の誇りにしときましょう。はい、ということで、今シーズンはボスラッシュですね。ザコも一緒に結構出るとこあるので、そこは結構注意してください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。